左を向いても、借金でもうこの首は回らんわ。田んぼを三反ばかりくっつけて侍の株を売ってしまうよりは、もうとにかくどうしようもないわ。大きな湾がこう頭の上から追いかぶさってくるみたいだ。 いつまでたっても拉致の分かる土佐勤の手にはもう飽き飽きしたき。ああ、ふんづまりだ、ふんづまり。御社、天野とどこぞで石川になったの。うん。
武田さんを武会にやったんじゃ。俺を迎えに。わかった。今度しびれが切れるほどなかったが、いよいよ気運が向いてきたぞ。我々はこよいよいよ立ち上がり、執政の吉田東洋を切る。吉田東洋、この土佐の国を思うがままに仕切っちゃう執政吉田東洋じゃ。 では那須慎吾、安岡和介、大石団蔵の3名、人を切るにはどう切るか、よう見とけよ。先生、思い切ってやるがいいが、その追っ手の長い、なぜこの俺が。お前の剣は筋にない邪剣、天性とも動物的とも言える不思議な剣だ。しかしまだ人を切ったことがない。 従って今夜は見ているだけ。そうして真剣白羽のやり取りと駆け引き、心ゆくまで飲み込め。人を切るのはどう切るか、とくときっぱり目を据えてな。 Yeah.